リンカーン、エスイン・リンカーン放送院は、ロンドン中心部のカム・デンク・ホルボーンにある放送院で、ある。放送院は、ロンドンに4つあり、リンカーン放送院はその一つである。放送院は、法廷弁護士の要請、認定に関する、独占的な権限を持ち、イングランドとウェールズのすべての法廷弁護士を呼び、裁判官は4つの放送院のいずれかに所属する、ことが、 法律によって義務付けられている。リンカーン放送院は、自らの名称にちなんだ、リンカーンズインフィールズに面しており、また法律裁判所にも隣接している。ロンドン地下鉄の最寄り駅は、チャンスリーレーン駅、または、ホルボーン駅。都心とは思えない、静かな放送院の敷地入チャペルリンカーン、放送院図書館、リンカーン放送院は、法廷弁護士の育成、 認定を行う、非営利の協会組織である。他の三つの放送員同様に、五世紀以上に及ぶ歴史を持ち、その敷地内に、図書館、宿泊施設、ダイニング、チャペル、庭園などを持つ。リンカーン放送員の歴史は、ブラックブックと呼ばれる書物に国名に記録されている。 この書物は主に放送員の財政的な事柄を記載したもので1422年の版から存在する。この1422年の版は、リンカーン放送員が1422年よりはるかに昔から存在したと記述しており、リンカーン放送員が最古の放送員だと一般に考えられている主因となっている。もっとも4つの放送員は、 伝統的に同格であり、どの放送員が最古かという論争はしないことになって、いるので、公式に最古の放送員が決まっているわけではない。リンカーン放送員は遅くとも1442年から、現在の場所と同じ場所にある。1442年の時点では、チチェスター司祭から土地を借りていたが、その後、 1580年に自由保有権を取得している。また、リンカーン放送員という名称は、第3代リンカーン公爵のヘンリー・デ・レーシーに由来すると考えられている。彼の大邸宅がホルボーンの少し東にあり、彼の名前が放送員の支援者として記載されているためである。しかし、この説には異論もあり、リンカーン大司教であった。 ロバートでチェズニーこそが放送員の名称の由来であるという説もある。チェズニーは1161年に現在のサウサンプトンビルディング、リンカーン放送員の東隣に位置するが立っている土地にあったオールドテンプルを取得している。またチェズニーはイングランド国王に大法官として仕えており、彼のこの役割がリンカーン放送員の東にある。 チャンスリーレーンという通りの名称の由来となったとされている。リンカーン放送院で特筆すべきは、その荘厳な建築物であろう。15世紀後半から現存するオールドホールやチャンスリーレーン側の門、17世紀に整備されたニューチャペルとニュースクウェア、そしてリンカーンインフィールズ側のビクトリア朝時代の荘厳なゴシック建築でハードウィーク親子が手掛けた。 グレートホールと図書館などである。これらの建物は1940年から41年にかけてのナチスドイツ軍によるイギリスへの空爆による被害を奇跡的に免れた。これらの建物は英国政府の第一級指定建築物として法律によって保護されている。リンカーン放送院はロンドンの主要な観光スポットとは言いがたいが、 誰でもその敷地に無料で入ることができ、その美しい庭や建物を見学することができる。リンカーン放送院の図書館は、放送院同様長い歴史を持つ。この図書館は1471年には記録に登場しており、現在では15万冊の蔵書数を誇る。これらは主にイギリスの司法に関する書籍で、貴重なものも多い。 特に貴重だと考えられているのは、ヘールマニュースクリプツと呼ばれているもので、英国高等法院主席裁判官まで務めた、マシュヘールが1676年に制去した後、彼の遺言に基づいて、林間放送院に寄贈されたものである。図書館は英国のみならず他の英連邦諸国の司法関連書籍、判例集、法学の教科書なども多く、蔵書している。 英連邦の司法関連書籍に関しては、放送員同士で役割分担して収集されており、リンカーン放送員図書館は、オーストラリア、ニュージーランド、マレーシア、シンガポール及び、太平洋やアフリカにある、英連邦の諸国を担当している。また、リンカーン放送員図書館は、イギリス議会の議会議事録を1801年以来、ほぼ全てを収集している。 さらに、知識や放送院員周辺の歴史を記した書物、教区記録、小説、司法関連のパンフレットや小冊子などもある。これらパンフレットや小冊子のうち、約2000点が16世紀以前のもので、法学、司法を研究する歴史家にとって貴重な情報源となっている。現在の図書館は、グレートホールの北端にある。 グレートホールが建設された1843年から45年にかけて図書館も作られた。その後、1872年にジョージ・ギルバート・スコットにより東側に増築されている。グレートホールが建築されるまで、リンカーン放送委員図書館は1787年から1845年までは、ナンバー2ストーンビルディングス、それ以前は、 オールドホール近くにあった。リンカーン放送院の敷地内には、法学院の他に68シグナルスクワドランという、イギリス軍で、情報機器の運用を担っている部隊の本部が、ナンバーワンレーストーンビルディングに置かれている。このストーンビルディングは18世紀後半に、ロバート・テイラーによって設計された。英連邦や大英帝国の影響下にあった、国々には、 コモンローという中世イングランドのプランタジネット町に生まれた法体系を採用している国が多く、また歴史的経緯からそれらの国々とイギリスの放送の人的交流も盛んである。そのためリンカーン放送院の関係者には英国のみならずそれらの国からの留学生も多い。なお、下記の分類はあくまで主な活躍分野に基づいている。放送院は 法廷弁護士のための施設なので、下記関係者の多くが法廷弁護士資格の保持者だということに留意されたい。トマス・モア、ありがとうございます。